久々に晴れました。今日はね、15度ぐらいまで上がるということで、暖かい日になりそうですね。今日はね、2月の6日です。サブリーナつけていきます。食べ放題いきます。ビッグボーイね。で、たまにはね、バイクのエンジンかけようかと思ってバイクで行きます。ただね、あんまりスピード出さないでしょうね。寒いからね。じゃあ行ってきますね。どこだろう、かかるかな。あ、やっぱし自転車で行こう、寒いんで。はい、なんとか自転車で来たぜ。11時からボーイ三種のチリハンバーグ、煮込みバーグですね。行ってみよう。で、時間はちょうど10時回ってますね。行きましょう。黄金の時計、恥ずかしくて会社につけていけないけど、今日は休みなんでね、つけてます。サブリナ、はい、では行くぜ。あ、いきなりデザートが置いてる。あ、うまそうだけど、多分ね、食べ放題なんで食べられないと思う。で、それで3種の煮込みハンバーグで、まあ、普通のメニューで行こう。行きますね。あ、これね、うまいんだよね。煮込みハンバーグ、これいいかな、これいいかな。この辺が最近は煮込みなんですね。俵というよりかはね、俵ハンバーグ。カフェラテ、はい、これだ。今日はうまくか。あ、いけるな。これ好きなんだな。出る瞬間がいいね。おお、素晴らしい。はい、あ、これで終わりね。他にもね、あのドリンクがたくさんと、スープ、カレー、このサラダがね、最高ですね。できました。まずね、サラダ、キャベツ、玉ねぎ、海藻に、コーンで、マカロニとスパゲッティのなんかひたひたです。それから、コーンスープ、中華スープで、カレーライスで、杏仁豆腐になんか桃のゼリーで、ドリンクは定番のレモン、それからこれね、ピーチソーダみたいなね。あ、これ野菜ソーダね。野菜ジュース、それからコーラ、なっちゃん、なんだ、カフェラテ。カフェラテのアイスとホット。さあ、食べきれるでしょうか。今日はメロンソーダかまわず。おいしい、乾杯。はい、じゃあ、この辺。ね、スープと。野菜、サラダ食べていきます。前菜をね、じゃあいただきます。続いて、マカロニ、私大好きなマカロニサラダとマカニカです。マカニカで、時計はローレックスの、サブリナ黄金系で、野菜ジュースを飲みます。じゃあ乾杯、いただきます。カレーいきます。結構辛いの好きなんでね、辛口の粉をかけてます。で、ご飯はキーマカレー。時計はローレックスのサブリナ。で、ドリンクはコーラいきます。これ美味しそうじゃない。で、お肉とかね、なんか絞りとかってきましたんで、いただきます。来ました。煮込みハンバーグ。でっかいね、でっかいよな、なんか。
で時計はサブリナ黄金のでドリンクはなんだ アイスカフェラテにします。はい、はい、いただきます。これね結構分厚い、ちょっと切ってみようかな。ちょっと真ん中ザクッと、ほらこんな感じ、すっげえ。デザートに入っていきます。杏仁豆腐と多分桃のねゼリーがあります。それとオレンジナッチャンでいただきます。乾杯。はい、デザート出てきました。ソフトクリームですとアイスとかと、カフェラテでいただいていきます。ちょうどね1時間になってますね今ね。食べました。朝抜いてるんでね、朝昼兼用、はい、でした。で時間が12時10分、はい、じゃあゲーセン行きます。